健康上の理由で今月行われる町長選の出馬を断念すると発表しましまた長島町長は2017年に町長に初当選し現在1期目今年9月には岩科地区への診療所開設や道の駅への直売所の設置などを公約として掲げ再選出馬を表明していました。 しかし長島町長は昨日支援者に出馬断念を報告し理解を得たということです病名など詳しいことは明らかにしていません松崎町長選挙はこれまでに元町議の藤井要さんと町の元職員深澤淳也さんの2人が出馬を表明しています松崎町長選挙は23日告示28日に投開票されます